はい。水がめ座の皆さん、こんばんは。アストロカンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございますえ。今回は7月後半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。またね、ちょっといつもと違う場所で、今あの、サンフランシスコのサンサリートという小さな可愛らしい街に来ています。ちょっと日が暮れてしまったので暗くてあの見えにくかったらすいません。そしてカードもですね、ちょっといつものカメラのバッテリーを前のホテルに置いてきてしまって、 あの見えないので、あの最後にカード数を載せますので、そちらで確認してください。お願いします。じゃあ、行きましょう。はい、じゃあ、一緒に見ていきましょう。お願いします。お月さんの逆です。バンドの4。ペンタクスのナイト。うん、カップ4。カップ9の逆。 うん、ソード5の逆、カップ5の逆ですね。気をつけることは対策は、ワンドの7の逆と、ペンタクルス3と、オラクルが、はい、ワン、ね、これはワンドのエースです。でーんみたいな、ワンドエース。そうですか、ちょっと星の話を先にさせていただきますが、7月はですね、7月の22日、 1> 1日が満月なんですねでちょうどこの満月の日に、火星という、ね、バイタリティとか、こう頑張る力とか、勇気とか、チャレンジみたいなのが、本当にチャレンジするところに応援に入ってくるんですね。で、これはあの非常にね、こう挑戦したくなるとか、もう人生一回きりなんだから、今頑張らないとみたいな、そういう気持ちになってくるんじゃないかなと思います。なんとなくここ後ろからこうエネルギー押されてるみたいな感じに感じると思います。 でちょうど、まあ、今年後半のテーマであるその自分を喜ばせていくよとか自分で自分自身作っていくよとかどんな喜びを人生に入れていくみたいなすごくクリエイティブなエネルギーがこう開き始めているわけなんですけどそこに火星というさっき言った、ね、切り開いていく力とか行動力というのも入ってくるので一気にそれがぐっと進むみたいな自分で頑張ってるだけじゃなくて後ろから追い風が吹いてくるみたいな感じかもしれません。ななのでやりたたたいいいっって思ったらもう早いみたいなね やると決めれば早いいみたいなそんな感じのエネルギーですそれがまあ21日にありそして22日からねまたこう光の当たるあのテーマが変わってくるんですけれどもこうそれまではねこう日常生活とか健康とか働き方とかっていうところに光が22日まではそ日常生活に、ね、光が当たっていたことに対し特に健康とかも含め22日からっていうのは人間関係パートナーシップに関して光が当たってきます。 なので、とってもこれは、いい関係が築ける時になります。まあ、まあ、恋愛を、ね、求めている方であれば、恋愛、出会いがすごく多いとか、あのー、人とつながりやすい。これ、ハートで人とつながりやすいっていうようなタイミングになります。な,なんだか、人と会うような機会が多いとかね、紹介してもらえたりとか、また自分自身も他者に対して心を開きやすいみたいな、まあ、そういうタイミングになります。ですので、非常に面白い。 あの豊かな、うん、豊かな7月の後半になるんじゃないかなと思いますで。ちょっとそれを踏まえた上でカードで見ていくんですけれども、まず入り口が、お月さんの逆っていうカードが出ています。お月さんっていうのはこう、ちょっとね、心配事とか、これからどうなるのかなっていう,こう、もやもやっとしたエネルギーが、逆については、さーっと晴れていく。 霧が晴れていって、すっきりするっていうエネルギーもあるので、今までちょっと気になっていたこと、特にこれは多分他者に対してだと思うんですね。うまくいってる2人なんだけど、本当はどうかなってちょっと心配してたりとか、こう契約とかもうまくいってるけど、でも相手は本当にこう受け入れてくれてるのかなみたいな契約、なんか条件をつけて、相手を疑っていたこととか、 あのちょっとちょっとだけね心配していたことっていうのがさーっと引いてくる、あこれって心配する必要なかったんだっていうような感覚です、そしてさらにこのこの時期っていうのは、水瓶田の皆さんは単にその契約がいいとか、人間関係がいいというだけではなくて、本来持っている自分のオリジナリティ自分らしさっていうものが、他者とうまくコネクトしやすいって感じがするんです。なんんかかちょっとこののらそそれを感じるんですねその それぞれが違っていていいわけで、それぞれの個性が違うからこそ協力し合えるとか、分かり合えるとか、違うところに光が当たるみたいな形で、非常にいい深い見解が生まれそうなあの感じがあります。なので、これはおそらくこの7月後半の、7月後半にもし誰かとの関係うまくいきたいなとか、 もっと契約をこうしたいなっていう思いがある方によって、それはすごくうまくいきますね。うん、要するに、心配する気持ちがなくなっていくので、素直にそれを表現したり、行動に移して、すっとうまくいくみたいな感じ。その本当にすっとうまくいく感じです。心配事がない。うん、そしてあの、気をつけることっていうか、障害として出てるのもないんですよね。うん、と障害として出てるっていう、障害とかそ、ね、気をつけることとして出てるところに、このワンドの4っていうのが出てきて、これはもう本当になんか、結婚式とか、 すごくうまくいってる2人、調和に満ちた2人、そして安定している、信頼し合っている、落ち着いているみたいなカードですごく祝福,祝福されているカードですよねあの。これがあるので、本来は非常に安定してるし、うまくいっていることを、もしかしてご自身が余計な思考で曇らせてみていませんかっていう感じですあのこ。今の状況でうまくいいってるかも、みたいな、あの こうこうちょっと心配事を探し出すといくらでも心配事っていうのは見つかりますけどもしかしてこれ今の状況がベストなんじゃないみたいな感じで見てみると本当にこの豊かさっていうのを感じられる気がします。そしてここまでの歩みもあのー、これ単にラッキーというよりもしっかりとやっぱり水上座の皆さんが やってきたことがあるから今の状況があるんですよねということでここまでの歩みを非常にうーん認めているっていう感じがしますねやっとここまで来れたっていう感じかなこれはあのここまで頑張ってきたんだっていう感じがありますうまくねやってきたなっていう感じがありますねそしてせっかくここまでうまくやってきてるし 星でもでね、おめでとうみたいな感じの時なんですよね。好きなことやっていいよとか、ダイエットでもうまくいきやすいよとか、ね、関わりやすいですよっていう時なのにもかかわらず、カードで見た時に余計な心配事が多いって感じがします。まず、あの現状のところでカップの4っていうのがあり、その… ななぜなんでしょうね、せっかく芽生えた自分の感覚の中であこれを大事にしたいっていう思いがあるにもかかわらずそれを自分で隠そうとするみたいなそんな感じがしましたこのカードからどうしてですかどうしてその自分から生まれた大切な感覚を自分で隠さないといけないんでしょうか他者の、うん、となんていうかな他者に受け入れられる自分っていうものを優先しすぎて 本当の自分の感覚っていうものを自分で隠している、その自分で自分を一部否定するところが、えっと、自分のバイタリティーや気力を低下させてませんかっていう感じがします。誰かの目を気にしすぎている。本来は十分うまくいってるし、十分幸せなので誰かの目を気にして自分出した、自分の中の本当に輝かしい、芽生えてるものっていうのを隠すなぜ隠すんだろうっていう感じですね。 でそれによってせっかくね得られるであろうこのカップの9って本当に幸せなね今からどんな嬉しいことが待ってるのみたいなあのこの幸せなカードっていうのがまだ私から見ると逆一になってるんですけどもそれを自分で気づいていないって感じでしょうかねどれだけ今恵まれているかとかどれだけチャンスが来てるかとかでも気づかないで自分の中にあるその何て言うか 芽生えたものを隠そうとすることによって、本来の想像を超える喜びっていうものも曇らせてるかもしれないということになります。そして、な,なぜなんですかねなんかちょっと、あの、えっとね、ソードの5の逆やカップの5っていうのが出てるんですけど、ちょうどたまたま今この使ってるタロットカードっていうのが、これなんですけど、これなんですけどね。 とても分かりやすいカードおすすすすめなんですけどすごくね人目を気にしてます他者からどう見えるのかとかうん人の目が怖いみたいな感じかなだけど、えー、と他者からどう見られようと関係ないっていうふうに自分で自分に言い聞かせてみてくださいこの時期だけはなぜならばその自分が他者の目を気にするっていうのは自分の思考の中で作り出していることですけれども えっと、星の動きとか宇宙の流れではもっともっともっと大きなねいいんだよそのままでとかいいんだよ自分をもっと表現してもとかいいんだよもっとつながっていってもそのままでっていうようなメッセージが来てるのに自分だけが「あメだめだだめだこんなんじゃだめだ」って言ってるみたいな感じがあるんです。なのであのソードののでっていうのは他者の 自分が喜びを得ることによって誰かを傷つけないかとか、誰かに迷惑をかけるんじゃないかっていうところで、やっぱり自分のね、喜びも隠しとこうみたいな感じにしてるんですけど、そうすることによって、せっかく感じられるであろう喜びを半分ぐらいしか感じないかもしれませんねということで、カップの5のカートが出ています。で、これはある意味、感情を、自分の感情を自分で殺してしまうことによって、喜びの感情も、 漏れてしまう、漏れてしまうというか、流れていってしまうという感じがするので、ちょっとここはね気をつけましょう。ちょっとあとで対策見ますね。ちょっと見てみようかな。まあ、カードでいう気をつけることとして言われているのが、このねワちょっとそう、ワンドの7の逆とペンタクスの3なんですけど、このワンドの7ってすごく私、面白いなと思うんですよ。ワンドの7ってちょっと優位な立場とか、なんとか一人で切り抜けてるみたいなカードなんですけれども、 これって、すごくこ、この人、たくましいですよね <laughs>、とってもね。どんな槍が飛んでこようとね、盾でちゃんとあの守っているし、別に何が来たって大丈夫ですけど、みたいな感じの人に見えるじゃないですか。なんかそんな感じでいてほしいっていう感じです。他者からの視線や批判や、何か他人からの目っていうのは、なくなるものではなく、 でもそこにめげない、そんなことを気にしない自分になるみたいな感じかな。で、今そんなことを気にしない自分を許されているっていう感じがするんです。そしてそれはなぜかというと、1人じゃないからですね。水上頼の皆さん、1人で戦ってるっていう方も多いかもしれないんですけど、今仲間がいますよっていう感じがするんです。あのー、協力者もいるし、理解者もいるし、仲間もいるよっていう感じ。なので その万人とばくくっていうわけじゃなかったとしても、か自分の味方はいるんだと思って、えっと、進んでみてください。そして、あまりね、感情に溺れすぎないようにしてください。うーん、そうね。そしてね、オラクルが何よりも、この、なんか火の鳥っていう <laughs> 火の鳥が飛んでいこうとしているみたいなカードの、ワンドのエースのカードが出ているので、あのー、この7月末から新しいものが始まるよっていう。 新しいものが始まるんだよって。火の鳥は空を飛ぶ時に自分が火の鳥で何かを焼いてしまうかもなんて思いながら飛んでないみたいな感じだから水上座の皆さんもせっかくこう晴れてきたこの現状そして今ある豊かさ誰かとの関係始まろうとしてることっていうものに誇りを持ってそれを飛,飛び立たせてほしいっていう感じがしますせっかくここまで温めてきたものがあるからそれは十分飛んでいく馬力やエネルギーあの をね含んでます。よって飛んでいけるだけの力があるんですよ。っていう感じがするんですね。うん、ちょっとね。ソードのキングね。うん、あのやっぱり正しくあらねばみたいな思いがあるのかなって感じがしますね。 誰,からどう見て誰がどう見ても正しくあ,るあらねばならないみたいな。でも誰がどう見ても正しくあるというのはまあ不可能に近いですよね。人それぞれの正義があるから、自分は自分の人生をクリエイトする力がある、この時期、作っていく力があるのであれば、自分が人生の主人公として、創造主として、あの自分で、自分にそんなに厳しくしないで、自分を喜ばせてあげてくださいね。特に、ね、せっかく今、 なんかいいところにつながりそうな感じがあるからですね、契約とかもそうだし、人とかもそうだし、あのここまで頑張ってきて成果があるから、やっとつながれる、やっと次の橋を渡るんだよみたいなときなのであの、喜んでください、それをね。ちょっとそれを踏まえた上でのお仕事を見てみますね。うん、うーんまた出ましたよ、カップの9。 ここでもカップの9出てるんですね。出てるけど、自分が受け取っていいのかなーみたいな感じで思ってるから、受け取ってください。ここはぜひ。ちょっとすごい暗くなってきてしまいました。はい。そしてカップの8、いいんじゃということで、仕事に関しては、やっぱりね、ちょっと想定外の嬉しいことだったり、嬉しい申し出があるかもしれません。これも特に7月22日以降ですね、その運が多少から、 他者を通してててやっっくるるいうののもあるので仕事でもいい話があったりするかもしれないんですけどなんだかその今までやってきたこととはちょっと違う方向に行きたいのかなっていう感じがします。今までと今までやってきたことをそのままやっていくというよりもなんか自分はちょっと今までやってきたことを置いて違うことをやりたいんだみたいなのがありでその今までやってきたことを置いて違うことをやるということに何か罪悪感を感じていたり あのどどううやっってててここれ進めいかな感じがあるんですけど一番言われているのはその方法とか他者を納得させるだけの理由とかではなく自分の中にその喜びがあるこれをやりたいって喜びがあることが一番の,あの光の道なんだよってそれが自分を照らしていくなんか光になるんだよって感じ言われているので他者を納得させるだけの理由を考えるっていうのはちょっとストップして自分の感情に正直に その自分の力が一番湧いてくる方法であのお仕事をしてほしいなって思います。もう一つね、人間関係見てますね。どんどん暗くなってきた。はい。人間関係。ペンタクルスのページと、ワールドと、 ちょうとといいいことででやっぱり人間関係も、ね、かなりいいんですよねあの新しいものが生まれるようだったりとかあの自分でちゃんとねその誰かと関わることによって世界を築けるよというふうに言われてるんですけどなぜか自分で自分を縛るみたいな <laughs> あの思考もあるのでやはりこう、まあ、100%自分を許すっていうのはまあ難しいのかもしれないですね。あのこの部分はいいけどこの部分はダメみたいなのもあるかもしれないしだけどぜひねこう期間限定で。 例えばですけど、私だったら、七月二十二日から七月末までの一週間は、もう絶対に自分を許す期間として、何かを許す。この期間だけは許すんだって言って、やってみるとかね。でそれがと特に、今回、何か気になってたことが晴れて、次につながるっていう感じがするんですよね。それが特に人間関係を通してやってくるっていう感じがするので、人間関係に関しては、他者の目や自分が批判されるんじゃないかっていう恐れを。 意識的に外してその一緒に作り上げる喜びの方にフォーカスしてくださいねそれがポイントかなと思いましたもうとにかくなんか飛び出していくわけですから頑張ってください楽しんでくださいね はい。ということで、ここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよとか分かりましたって方は、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。次回また7月末ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。ということで、今回ちょっと見にく,くてすいませんでした。また次回からは普通の,あのいつもの場所で撮影しますので、よろしくお願いします。では、ぜひいい関係を楽しんでください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。